アロマティックトーク、ピンパスタウンジョーク。いいですか。じゃあ続きまして2番。実は〇〇に影響を受けました。おお、実はだ、ね、実はっていうのがちょっとミソですね。そう、実はって言われるとちょっと考えちゃう。難しいよな、ね、俺、ね、文章伊集院静香に影響を受けてないけど憧れてたよ。伊集院静香とか綺麗な日本語書く人、あとかは雄三郎とか、ああ、はあはあ、そういう人が、はあはあ、でやろうと思って大概失敗するっていう花の描写から始めてみて、ね、失敗するっていうのが、そういう文章をね書きたいなと思ってる時期がありましたけど、うんうん、無理でしたと。あ、そういうのない？内池さんでも町田こう。僕はその町田こうですけど、実はって言われるとちょっとね、その風貌は、そう風貌はね風貌はね、まずその髪の毛を伸ばし始めたというか、ロン毛を維持 したのどっからですか。ガイドに張り立てはまだ短かったですね、金髪とかで。でも入ってからもう2年ぐらいで長くし始めてました。そんななかったですか、黒髪で。3年ぐらいでもう茶髪じゃなかったですか。茶髪でしたよ、うん、あのスパイラルをずっとかけてですよね。バンドが巻いてなかった、それヘアバンド。ヘアバンドか、今の形です。その要は黒髪で長い、うん、20の後半、29。それなんでなんですか、どういう理由ですか。いやだからツイストスパイラルをずっと毎日デップつけて巻いてたんですよ、毎朝。でもある日これめんどくさいなと思って美容室で一回ちょっともうせっかくなんで縮毛矯正ストレートパーマしてもらえますかっつったら、存外楽だったんですよ。あ、じゃあめんどくさいイコールキモいにつながっちゃったってことですね、うん、キモくねえよこれはめっちゃ好きな人いるっつうの。いや誰かに、誰かにっつうんじゃないですね、うん、そのキモさは、キモさのゴールは、うん、起点はめんどくさいなんですね。そうそうそう、そこはそう。なんで単発にしないの。だって一番めんどくさいのは坊主ですよ、うん、そう一番簡単だから。みたらさん、そう、いや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 、無理無理無理、なんこんな綺麗にならないもん。そう、ならないならないならない。その美的なものを求めてですね、うん、その美的なっていうか、うん、やっぱ普通にはしたくないっていうのがまず大前提で。なるほど。ヘアバンドをつけるか、はいはい、なんかラスタみたいなやつかぶるかツイストの昔の酒井さんみたいにグワーってやるか、うん、黒髪ロン毛、うん、今日だってまあ今日まあギリですけど、うん、あのサンバイザーして、あ、このメガネして、うん、でマスクして、うん、こう来たら絶対避けますよ俺、うん、そうねそんなことないよ。いそんなあ、え、見慣れてるか知ってるからあれだけど、いやいやいや、やっぱ俺オーラがあるから。オーラ、品川駅で、キムさんよく使ってるか分かると思いますけど、帰り、うん、品川駅から帰るときに結構ね、何日かに1回は必ず女性が、うん、グループが何個もあって、うん、誰かを待ってる、まあ、でも多分ジャニーズ系とかバンドとか、ね、バンドとかを待ってて、うん、で俺がまあ普通にこの格好で、うん、まあ、常にマスクしてるんで、うん、ファーって行くと、あれ来たの人みたいな空気になる。あの、うん、で、ああ違うわ、それはオーラじゃないですよ、キモいから、うん、ちげえわいやでもそれってやっぱ大事かなって思うんですよ。いやでも内池さんがほんとサンバイザーつけてうちの実家の隣に引っ越してきたら嫌だな。なんで。いやー、やだ、隣人は安い。やだよ、なんでなんで。隣人は絶対嫌。そのギャップ萌えよ俺の場合。俺って一見ちょっと変じゃん、ただ、うん、やっぱいつも言うけど面と向かって会った人って、まあ、奥さんってそんなかっこよかったんですねっていう人が8割ね。いや連れてきてじゃあ8割8割いて、なおかつ、まあ、今こういろいろねメディア出てるじゃないですか、何やかんや文章以外のメディア、うんうん、したらやっぱ目立って名前が分かりやすい方が全然印象が違う、うん、あのそれはそうだね、得してる。俺めっちゃ普通の人より得してるから、うん、であれでしょ、自分の車タイムズに毎日止めてるでしょ。うるせえわ、もう変わったわそんなの変態
ないじゃん。もう警察に俺すぐ電話するよ。タイムズにあの車のトランク調べてください。なんか死体とか入ってますとか。連絡来たの。来たの。偶然死体入ってる。偶然4日間車使わないし。スケジュールだったんで、うん、ずーっと止めっぱだったんですよ、うん、したらタイムズから張り紙があって、うん、なんか連絡くれって言うから連絡したら、うん、タイムズはマックス48時間なんだって、うん、同じとこに止めてるのは、うん、でそれを超えると通報が来る見回りで、なるほど、で、あ、僕全然悪いことしてなくてすいません知らなかったですみたいな感じで謝って、うん、お金はちゃんと払ってんですよって言ったら、あの、それはもう分かりました、すいませんって言う話がありました。だ、それは風貌だからです。風貌電話じゃ分かんねえよ。いやいやいや、誰かが通報したんですよ。やべえやつが、やべえやつがタイムズにずっと寝るって、やべえやつ。なことはないけど、まあギャップ萌えですよね。まあでもちょっと分かる。僕の人気は。うん、僕の人気は本当8割がギャップ萌えです。実際は感じいいもんね、うん、めちゃめちゃいいから。そうそうそう、最近何なんですか、自画自賛がめっちゃ多いっす。違うの、俺ねやっぱ人気ありすぎて本当そうなの、本当いろんなとこから仕事が来る。そりゃそうだね、いろんなとこから仕事が来て、うんうん、こんなに断ってまだ来るって何なんだよっていうぐらい来てるんですよ、うん、そんな来るんですか。来ますね本当に。断ってるからじゃない、逆に。いや、そういうことじゃないと思うんですよね。まあ、そういうのもある。本質的な人気分けてほしいですね、うん、そんなこと。俺はほやけてほしいな。よく言うね。村君はもういいでしょ。いや、まだ貪欲なんですよ。攻めてる？攻めの J ですよ、これ。攻めの K ですよ。K、 本当攻め系だよね。いや、本当なんとかしたい、うん。どう思われたいかもわかんない。俺は徐々に世間からフェードアウトして、うん、あのなんか競技麻雀のリーグ戦だけをニコ生で見てる人に最終的になりなりたいんだ。あ、アベマとかの大舞台じゃなくて、うん、本当のリーグ戦の狭いとこで頑張ってる人たちをずっと見てたい。わ、うん、かりました。じゃあ、まあ、麻雀をさておきです、うん、麻雀絡み以外で、うん、一つだけ仕事を続けよう、うん、ね、フェードアウトしてる中で、うん、これだけは続けていこうで、一つです、うん、一つ選んでます。今やってる、今やってる中で、麻雀以外です。今やってる中でなら、うん、これはマジで、うん、これだね。あー、見たらさん、なんですか。俺もね、あの連載とかでもいいですよ、うん、連載とかも含めて一個だけ。じゃあ球団職員になります。だけど一つだけ続けていいですよ。職員、球団職員ね。夢ね。球団職員、夢ね。球団なんかね、DeNA でもバファローズができました。うん、でじゃあ来てください。わ、いいですか。ってなって、うん、じゃあ一個だけです。すみません、仕事一つに絞ってください。ってなったら、俺でもこれ選ぶよ。やっぱりちょっと木村君と内池さん見る。理由は？理由。この二人を見てると面白い。あ、俺は。うん、まあ現場が家からまあぼちぼち近い。そこ？その収録時間もまあまあタイトだし、うん、でその後にこの2人と喋っててストレスを感じたことがないんですね、うん、なるほど。ない、ストレスを感じたことが一回もないんですよ、うん、だからです。え、キムさんは一個選べですか、うん、これこの番組以外にして、これ以外ですか、うん、今もう2個出ちゃったから、うん、1個っすか。1個だけ連載かな、ミレウチかな。あー、連載、ミレウチ、確かに一番長く続けたやつを、うん、確かにね。いや、そこなんですよ、僕が言いたいのは。常日頃、どういうこと。5年以上続ける、10年続けるって、うん、それかっこいいことって。俺はダサいって思ってるの。ちょっと待ってよ。正直ダサダサだと思ってるんですよ。そんな言ったら、要するに郷ひろみがディナーショーで、うん、はい、お嫁さんば来ました、乗っていきましょう皆さんって、ね、都はるみがあんこつばきをさあお待たせしましたって言ってるのに、俺は見えちゃうんですよ。だからそれって、まあ、ある意味マンネリじゃないですか。そうです、究極のマンネリですよ。そのマンネリを超えた先に何かあるかもしれない。 それを見てみたいですよ、うん、だから全部全部続けたいじゃなくて、そのやっぱ見てみたいですよ、その先に。なんかある？あるよ。ずっと続けてるとふっとちょっとだけ上に行くときあるんだよ、うん、
同じことやってる。いや、やっぱ俺はこうだな。これだと思うんすよね。俺は本来できないのを作る子はすは、もう転職だと思います。いろんな仕事をしてみるんだったら分かるんですよ、うん、もうじゃあライター辞めた、マージャン辞めた、うん、で他の仕事してみますっていうんだったら分かるんですよ、うんうん、そのまあ、仕事を同じところにいて、一つところにいて、何、うん、かこう、うん、やることを変えていくっていうのは、まあ、大した意味でいいのかなっていう気はしますね。ほー、うん、その考え、ね、スクラップアンドビルドだったら、うん、本来的にはもうこの仕事を辞めて違う職に就くっていうことだったら分かります。なるほど、なるほど、いい話ですね。いや結構深い話ですね、これはね、はいはい、飽きるじゃないけど、まあまあみたいな時あるよ。その覚えた体で覚えた感じでそのまま流してやってるみたいな時はね、笑っていいとことかね、例えば徹子の部屋とか何十年もまあ続いて、まあ、でも先人たちを見ると長く続けると大体褒められるじゃないですか、うん、そういやそこが若干鼻につくというか、だからつまり長く続けるっていうことは難しいことであり、ものすごい難しい、価値のあることだからこそ、はい、その褒められるわけじゃないですか、はい、称えられるわけじゃないですか、はい、っていうのを、まあ、我々はまだ知らないですよ ね、そこは長く続いたからってまだ褒められてないからね、うんうんうん、だからそこはね、やってみたいじゃないですか、うん、俺も分かんないですよ、続けることの意味なんて、うん、分かんないですけど、うん、何かみんな褒められてたり、褒められ続けてるってことは何かあるかもしれないじゃないですか、そこで得られるものが。あとさ、同じことやってても人気が落ちたりするじゃん。もちろんです。だからそれが落ちる前にやめたいじゃないですか、うん、そういうことなるほど、落ちるのってもう分かるじゃないですか、自分で。だから、まあ、だからそれが結婚にも出てるんですよ、結婚生活。あ、落ちそうになったら、あ、ピッて。そうじゃない。修正は。そういうことじゃないでしょ。なるほどね。同じですよ。同じですよ。そうかな。そう。そうやって、そこをなんとか、ね。あー、そうそう。そうそう。そう落ちてるから、ちょっと、まあ、なんか頑張ってみようみたいな。それは僕は一切ないんですよ。ないんだ。もうちょっとでも落ちた瞬間に、はい、次。はい。って、やっぱ性格でしょうね。なるほど、ね。なるほど。そういうことか。踏ん張らないんです。あ、もう全く頑張らない頑張りっていうのが僕の中に。なるほどね。これいい名言。物はいいよと言った感じ。頑張らない頑張る。頑張らないことを頑張る。頑張るってこと。そう。それが僕のやっぱ人生なんで。講演できるよそれ。はい、俺会社名も個人事務所、うん、もう勝手に一人でやってる、うん、法人の、うん、名前変えたんですよ。なんで？一昨日。頑張らないイズみたいな感じ。ここでクイズです。クイズさん答え知ってる？知らない。知らないよね。私は会社名を変えました。はい。その会社名、僕の人生観を考えて、うん、まあこれぴったりだなと。自分で選択をしない。うん。選択、まあ、まあなるよ、選ばない。選ばない、うん。なるようになる、うん。ある程度運が必要。うん。まあ運任せ。っていうことです。で、ある麻雀用語です。さて、それは何でしょう？麻雀用語にしてんの？はい。配流定石とかじゃない？はい、はい、木村さん。ダブリー。ああ、まあ、運任せ。当たり？もしや。正解は。おめえ、神田さんから連絡来ただろ。何にも来てないです。俺、本当に今。いや、天は、まあ、ちょっとつきすぎだな。で、運任せ、ダブリー。あなた天才だね。天才だね。それはすごいね。ダブリーなんだ。ダブルリーチなんですけど。あ、ダブルリーチ。すごい。これいろんな麻雀プロの人この1ヶ月ぐらいでクイズ出して、うん、知り合いに一発で当てた人あなたが最初です。すごい。でもすごいかどうかも分かんないすごさだな。ビビったわ今。へえ。地方じゃないんですよ。そんな大したもんじゃないんですよ。地方でもないんですよ。うん、一発もとかでもないですよ、うん、ダブリー、まあまあかけとくか、当たれるかどうかは分かんないけど、まあまあ、はい、受けは悪いんだじゃん、ぼちぼち悪いっすカンパーワンぐらいなるほど、ね、カンパーワンぐらいなんで、まあなくはでもないよね、まあ、ウッパーワンみたいなもんだから、うん、まあ、両面に近いですよ、ウワン引いてきたらもうパーワン出やすい、天さんとかに比べたら全然違うんですね、そうそうそう、うん、四五郎町とかじゃないんで、うん、カンパーワンやれてないですダブリー、いい会社だね、いい会社だね、これやったんですよ、これ分かるでしょ、座頭市
座頭市勝新のね勝新太郎でヤングさんとこの若い編集が周り似てる似てるって言って、編集ってこんな嘘つかなきゃいけない仕事なんだってずーっと黙ってた収録終わり。